ホタルイカミュージアムに着いた。で、これからちょっとね、ホタルイカミュージアムにちょっと入ってみたいと思います。ちょうどね、真正面がね、立山連峰。ほら。糸魚川から富山に向かう途中にホタルイカミュージアムというのがあったので寄ってみました。アメリカなんだ、ホタルイカっつうのは。富山富山って言ってたけど、アメリカなんだね。アメリカねぶた流しだって。7月31日。一回見に来てみたいな。2階から1階に続く通路がこんな感じのイルミネーションになってました。幻想的な感じでしたね。なんか面白い泳ぎ方するので見入っちゃいましたね。水槽の反対側に回ってこういう風にやって記念撮影できるんですよね。なんか面白い作りになってました。これはチンアナゴですね。なんか動きがすごく可愛いです。なんか奥の2匹が喧嘩してて笑っちゃいました。海ホタルとはまた違うんだって、竜宮ホタルって、うん、ここはね、滑川に来たらね、来た方がいい、うん、滑川に来たら絶対ここは来るべき。面白い、うん、で来年のね、4月の頭から5月の頭の約1ヶ月間ぐらいでね、あのホタルイカ見ることができるんだって、夜船に乗って天然の発光ショーですよ。ホタルイカの。よし、じゃあ富山市内に戻りますか。
俺の好きな富山駅前、富山の駅の駅中か、富山来るだけでね幸せだから。あのね、輝き白鷹で帰ると東京まで2時間ぐらいで帰れるんだけど、もう車で来ちゃってんともう5、6時間ぐらいは確保しないとダメだね。うん、輝きで帰ると2時間ぐらいで帰れちゃうから東京まで、うん、でも車で来てんと5、6時間は確保しないとダメ、富山に来た時は。ね、新幹線早いよねやっぱね。一切踏切がないんだよこれ。一切踏切がないから。踏み切りないけど、電車来るときはね、赤く光るの、ピカンピカンピカンって。ね、ほらほらほら。ここはね、ピカンピカンピカンってボールが光るだけなの、赤く。ね、踏み切り降りるわけじゃないの。このボールが赤く光るだけなの。